今日は、レーナの奥から、この鯖江市まで、呼んでいただきまして越前市まで失礼しました、越前市まで呼んでいただきまして誠にありがとうございます。今見ていただいたように、オイブレイズは、大井町の夏のお祭りスーパーオーガセ、とともに生まれました。でスーパーオーガセが今年で24年目になりますので、僕たちもまあ24年目と言いたいところなんですが、実はそのスーパーオーガセが始まる1年前から、チームは結成されておりまして、1年間準備を整えて、そしてスーパーオーガセ第1回を迎えたという経緯があります。ですので今年で25年目になっております。実は、その当時からずっと太鼓を続けているメンバーもこの中におりますが、あえて紹介しますと年齢がバレますので、紹介しませんが、新しいメンバー、そして古いメンバー、いろんな年齢の中で、太鼓が好きという思いで、ずっとやっております。別にそのプロというものではありませんので、素人が集まって、週3回、毎日練習をしております。その集まりでできたチームでございます。ですので、想像以上のことはできかねるかと思いますけども、ですがこのお祭りをしっかりと盛り上げようと思いますので、皆さんもし演奏中頑張っているメンバーがいたら拍手で、とか頑張れなど声をかけて盛り上げていただければ嬉しいと思いますので、どうぞ最後までごゆっくりご観覧ください。それでは1曲目オーバーチュアから流動という曲を演奏します。
い、ありがとうございます。1曲目はオーバーチュアから、リュードという曲を演奏させていただきました。すいません、ちょっと息がはい、続いて演奏する曲は、新悠久の炎と言いまして、これは、スーパーオーガセで演奏させて、いただいている曲です。なんと19分、およそ20分にも及ぶ大曲で、覚えるのがやっとなんですけども、みんな頑張って覚えて、そして精一杯演奏させていただきますので、どうぞお聴きください。
い、ありがとうございます。新悠久の炎という曲を演奏させていただきました。皆さんと過ごさせていただいたこの演奏の時間も残る1曲で終わりとなります。最後は、祭りとともにという曲を演奏させていただきます。この曲は、鳴り物も笛も入って楽しい曲で、皆さんも手拍子でどうぞ参加していただけるといいかと思います。皆さんで、一緒にこの曲を完成させて、今日の夜終わりたいと思います。それでは最後の曲、祭りとともにどうぞお聴きください。ありがとうございます。遠路来た甲斐があります。40分と、言われていましたが、もう一曲、それでは叩かせていただきます。ありがとうございます。
それでは本当に練習はしてないんですけども大丈夫です。普段やってる曲がありますので、最後思いっきり、太鼓で、締めくくりたいと思います。最後は全員参加で兆しという曲を演奏させていただきます。どうぞ皆さんも拍手で、盛り上がっていただければいいとも嬉しいです。それでは最後の曲、おいびれでした。ありがとうございます。
いや、とんでもない演奏、とんでもない、とんでもない演奏聞きましたよ皆さん。こんなすごい演奏学園上で聞けちゃう学園夏祭り、すごくね、マジですげえなって、ちょっとごめんなさい、本当にすごいなって思いました。いや、ちょっと終わったばっかりで恐縮なんですけども、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。ありがとうございます。いや、すごかったです。はい、ありがとうございます。もう精一杯やらさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。実は福井県大井町のグループなんですけども、なんだろう、嶺北初なんですよね。そうですね、こうして呼んでいただくのは初かもしれないですね。はい、本当にありがとうございます。今日は呼んでいただきましてありがとうございます。どうでした、多分こういう、なんていうんですかね、町内の祭りではあるんですけども、そんなところでやるのは初めてかと思うんですけど、どうでした。いやいや、とんでもないです。僕たちそんなプロのチームじゃないもんで、町内とか近くの町とか敬老会とか、まあそういったことに呼んでいただいて、ちょくちょく演奏はさせてもらうんですけども、今日は特にお客さんがすごく温かくて、僕たちも本当に乗らせてもらって演奏しやすかったですし、最後のアンコールも本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。ただ最後になりますが、次回の演奏と告知ありましたら。そうですね、もう本当にやっぱり近場になってしまうもんで、嶺南の方の施設で、まあ、9月の15日に演奏があったりとか、そうですね、なんですけども、クリスマスコンサートというのを毎年12月にやっておりまして、まだ日は決まってないんですけども、ぜひ、告知、こちらの方まで届くように告知をして、たくさんの方に来ていただきたいなと思いますので、ぜひ、無料でやらせてもらうつもりなんで、クリスマスコンサートはよければ遠いですけども、遠方まで足を運んでいただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。ぜひ行きたいと思います。どうも、オイブレイズでした。今日一番の拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。フェイスブックもありますので、ぜひよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。